皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月19日火曜日になりましたが、今日はですね、恒例の企画ということで、新潟県の長岡造形大学で教えています情報リテラシー論第9回目。 テレビ衰弱と動画メディアということについてお話をしていきたいと思います。えー、まずは当日使ったですね、えー、レジュメをご覧いただきたいと思います。えー、こちらからご覧ください。どうぞ。はい。まずはですね、ざっと見ていきますが、はい。えー、これ、これ違うな。こっちですね。こっちですね。えー、こんな感じですね。はい。これ次回の最初お見せしましたね。はい。そしてですね、はい。えー、大学の様子。はい。ご覧ください。こんな感じ。 こんな感じですね。はい。ということでですね、まあ、90分の授業の内容を振り返っていきたいと思うんですけど、まあ、すごいね、あの、1週間で一気にですね、葉っぱが落ちてしまって、もう秋というかもう冬になったなって感じなんだけど、でもこれはこれでね、あの、落葉してる様子がすごい素敵だなという写真になりましたが、はい。では、振り返っていきたいと思うんですけどえ、まずはですね、学生からの質問もあるんで、これを見ていきましょうか。 はい、こんな感じで,ですね、えー。学生からいただいた質問もですね、えー、時間の限り答えていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では行きたいと思います。まず最初ですね、こちらからですね。はい、えー、ではレジュメを見ていきたいと思うんですけど、 テレビの衰弱と動画メディアということで、まず最初にですね、まあ、テレビの没落がいつから始まったかっていう時に、やっぱりこれも東日本大震災が大きかったかなって気がしてますね。まあ、いわゆるそのメディアの構造っていう話ですね、そのテレビっていうものがいかにそのテレビ CM を出しているスポンサーで成り立っているかってことをですね、初めて多くの人が気づいたのが、やっぱりこの震災だったかなって気がしてますね。そしてこのサイマル放送っていうのが始まったというのも大きかったですね。 さらには、この年に地デジが導入されたってことも大きかったし、さらに翌年にですね、スマホの普及で、ガラケー見てる人がスマホを見るときに、ガラケーならテレビが見れたけど、スマホならね、テレビが見れないので、YouTube 見るようになったって話。そしてこの辺からですね、デジタルとテレビの戦いが始まっていたんだけど、そもそも昔はテレビと映画も適してたよねと。 いう話で、そもそも、えー、リアルと同じ反射光を見ている映画と直射光を見ているテレビの違いがあってで、インターネットっていうのは直射光を見ているので、テレビとインターネットっていうのはもろね、合致しちゃうんですね。はい、そんな中で2015年に、えー、TVer というですね見逃し配信のサービスが始まって、TVer の裏側の話ですね。